横浜大会でタックと防衛戦に臨む、土井浩二選手と熊五郎選手です。はい、よろしくお願いします。すっごいテンション低いです。大丈夫ですか？なんでこんなテンション低いんですか？そんなもうお酒飲んでないけど。お酒飲んでないけど。お酒を。ちなみにこの24時間見たんですか、お二方は？ちょろっと僕は見てました。ちょろっとどの辺見てたんですか？ちょうど吉岡さんが登場したぐらい。本当に？はい、見てました。本当に？はい、道場で佐藤と一緒に。ああ、はい、練習生の。はい。はい。見てました、ね。見ててなどう思ったんですか？いきなりなんか登場してどうしたんだろう。なんで出てんの？俺も見てたらいきなり呼ばれた。手をかかってきて、見てるって言われて、あ、見てますけど。いやー、なんだろう。じゃあそこだけ見たってことですね。そうですね。逆に言うとそこしか見てない。そこしか、そこんだけもう結構何時間やってんの、これもうだって。もうだいぶ行ってます。15時間ぐらい。そんだけやってるのにそこしか見てないと。そうです。河野さんが必死にやってたのに。必死にやってるのに。僕は寝てました。まあ、そうね。土井さんは見たんですか、これ。そこがちょっと何も見てない。ああ、ね、まあ、なんか当然だな。まあ、それは見てると思えないもん。土井さんがあんな見るとは思えないよ。あら。何やったんですか、土井さん昨日。飲み行ったんですか。いや、まあ、酒も飲んだんですけど。はい、酒も飲んだけど、そのもが何？他何やったの？酒飲んで普通に。多分始まったぐらいの時間はウェイトしてて、で飲み行って、でまあ昼ぐらいに起きてって感じですか。赤裸々な生活。何時まで飲んでたの？あ、でも昨日は早いですよ。もう全然3時ぐらいに。3時早いそれ。早いさ、ね、3時、はい、あ、お茶手振ってます。お前なんで画面で振ってんの？昨日熊五郎さん飲み行ってないですか？今日僕行ってないです。2人で行ってないです。いや、昨日全然誘ってくれなくて。だってよく2人で行ってるでしょ。行かない、行ったいですよ本当に。いや、でも行ってないですよ。行ってるでしょ。最近なんかちょっとこう、はい、また誘ってくれなくなっちゃったんです。ツンデレなんだよ。もうなんかもうベロッベロになると僕とか佐藤に電話してきて、あ、寂しがり屋なんでね、いいから来いって言われて。そういう時は土井さんどういう感じなんですか、酔っ払って電話かけてくる時は。もうあれですよ、本当にもうろれつが回ってないですよ。おいおいって、某ほにゃらら選手みたいにね。誰？某ホニャララ選手。すげえ気になるじゃないですか。おいってよく言う人ですね。おい？ああ、はい、ちょっと会社の上の人かな。いや、違いますね。はい、業界の大先輩の。おいおいおい、おい、大事なこと3回言う方ですね。ああ、そういうことね。もう、はいはい、むっちゃもう、はい、そういう感じになっちゃうの。なっちゃうんですよ。立ち悪いな。本当にやばいです。お前来ないと殺すぞ、お前。恐喝だよ。言っても殺すじゃないですか。仲いいね、本当にね。二人はね、本当に。なんで黙ってんの、ずっと。仲は悪いです。それ覚えてるんですか、電話かけたの。あ、覚えてますよ。電話したのは覚えてますけど。はい、まあでも、大体すかすんで、こいつは。ああ、来ないんだ。僕がそういう状態になったらすかすんで。で、次の日お説教します。でもなんか、でもね、こっち見すぎだろ。話してんだから。RR 君、最高。最高。何？いや、ちょっとお知り合いの方から。ああ、そう、お知り合いの方から。コメントを。ドリバグ最高。で、吉岡さん、何食ったんですか、今。今、アイス食べてました。なんでそのアイス食ってんですか、そんな自由な感じ。溶けかけ。だってちょっと溶けそうだったんで。それ何味じゃないですか。これ抹茶です。いいやつ。抹茶。僕普段炭水化物抜いてるんですけど、今日チートデーなんですよ。久々に週一の。嬉しいチートデー。嬉しいチートデー。なので。ハーゲンダッツのいいやつ。朝から何も食ってなかったので。あ、なるほど。アイスをちょっと。で今目の前にミルクティーもあり。はい。あ。ちょっと今日はもうすごいですね。久々に食べれるので。なるほどね。吉岡さん飲み行ったりしないですか。この。僕お酒飲めないんですよ。あ、飲めないんだ。めちゃくちゃ弱いです。へぇ、全く飲めないの。全くではないですけど、すぐ眠くなっちゃいます。あ、テンションが上がる前に眠くなっちゃう。みんながテンション上がると同時に僕テンション下がってくるんですよ。半切れしちゃうんで。ね、それ飲んだことあるんですか、熊五郎さん。ないです。石川さんですか。でも何回か、うん、会場じゃねえ。会場で飲んでんの。会場で飲んでんの。会場でどんなメキシカンだよ、会場で飲んでんの。いや、何回かありますね。覚えてない。土井さんはあるんですか。
優勝かさ。まあ何回か。どんな感じなんですか。あれ絶対ありますよ。地方とかであるっす、ね。あ、そうなんだ。え、本当すぐ寝ちゃうんですか。まあ無事にあのうまく立ち回ってる。うまく立ち回ってる。すげえなんか嫌な言い方してる。いやなんか今それ以外結構みんなやばいんで、あの僕なんかしっかりしなきゃっていう。ああなるほど、ね。なんか解放とかしないといけないなっていうのをちょっと。あ、じゃああえてそういう風立場に。どうせ飲めないし、ちょっと。眠くなるだけなんで。なるほど。ということね。ああ。なるほどね。そうですか。うん。で、何ですか。これ横浜に向けてやってるんですけど。横浜に向けてやってるんですよ。はい。で、1時間あるらしいですよ、これ。お、お。1時間ですよ。1時間喋れますこれ。熊五郎の語りが聞けます、ね。熊五郎の語りが聞ける。ね、いや、てか土井さん、この間長渕さんのコンサート行ったって本当？あ、行きましたよ。本当にあの話した方がいいですよ。いや、それはまずい。大丈夫か。いや、あの話してくださいよ。あ、なあ、あの話した方がいいよな。じゃあ、あの話してください。いや、あの話はもうやばいです。本当にやばいと思ったら止める。本当にやばい話です。え、どういう話なの。ライブ会場6時からしてて、まあ僕そんな早く入んなくて、はい、10分前ぐらいに入ろうとしたんですね。で、ちょっといろいろまあお酒とコンビニで買ってきて、で、あの武道館の時計台があるじゃないですか。ありますね。で、あそこちょっと奥とか路中とかたまに してる車が多いじゃないですか。時計台のちょっとだから、武道館の反対側の奥の方に、はい、軽自動車が止まってて、はい、であれと思って僕3度目ぐらいしたんですよ、うん、そ軽自動車の窓ちょっと開いてて、うん、窓のから先っちょなんか出てるんですよ、うん、でこれライフルだと本当にこれ本当の話で本当にで僕ってでも怖いじゃないですか。いや怖いよ。遠くちょっと遠目で見てたらこれライフルだなとりあえず110番しようと思って、うん、110番したら、いや、そういう案件がもう3件ぐらい来てますと。すでにそう。え、武道館のところからってこと？そう。へぇでも、こんな間抜けなヒットマンいいんだいや、しかも普通のおっさん30ぐらい。いや、それヒットマンなの？いや、でも、で、本物だったんですよ、結局。本物ライフだったんですよ。そうです。あの、でもこうずっと聞いてくるんで、なんかいろいろどういう車ですかとか言って、うん、でそれだけ言ってなんかずっとじゃあ外にいてくださいとか言うんで、いやこっち長渕のライブ来てんだから早く現場に来いバカ野郎って言って来たんですよ。ほんとそういう口調で言ったの、はあ、強えな。そしたらまあ折り返しが来てちゃんと捕まりましたと。あ、銃刀法違反ですか。怖っ。でもそれ全くニュースになってないです。なってないね。確かにその知らなかった、うん、でも本当にいるんだそんな人。日本でこんなことあんだなと。じゃあそれは本当じゃあそういうなんか構想的な感じで狙ってたのかな。うん、まあそっちの筋の人とかもね来てたいや多分いるとは思うんですけど、いらっしゃるのかな、はあ、それがただの気違いだったのか。マジで、そんな確かにまあそんなバレバレな人もいないよね。いや見えてんだもんだってね。いやそうそう外から見えて隠れてんじゃないんだもんね。びっくりしました、ね。マジそんな人いっぱいいるのじゃ長渕のライブって。いやそういうそういういっぱいいたらもうやばいっすよ。結構そういうイメージあるじゃないですか。だいぶあるよ。だから俺その日あのワーワーで中継やってたから。ああそうです、ね。俺見てたの家で、えー、はい。まあ映る人もなかなかの人多かったけどね。ああ。いやでもなんかここ最近ですよ。ああ日本国旗とか出るようになったの。ああ。そういう。しかも過激な人ってもう多分1割にも満たないんで、普通に僕の隣と おじいちゃんおばあちゃんの夫婦でしたからね。それもすごいね。おじいちゃんまで見るんだ。全然もう感動しましたよ。おばあちゃんとかすごい、ね、すげえな。ていうかトンボとかだいぶ早い段階で歌ってたよね。あでも最近結構ね、あ早いんだ、早く歌あんな序盤で歌うんだって思ったけど、トンボはでもお客さんもそんな期待してないじゃん。あそうなんだ、ね、へ何が好きなんですか中村さん。いやそれは選べないです。いやめんどくせえな。めんどくせえな。なんかトップ50が全部1位みたいな感じですかね。いやじゃあ全部がいいってことですか。いやでも全部の曲いったらだってもう選曲近くあるじゃないですか。多分その中で1位選ぶのは何なんですか。うん、だこれは選べないです1位は。いやめんどくせえな。ちなみに僕今入場曲長渕さんのひまわり使ってますけど、はい、ひまわりは、そのトップ50には入らないです。入ってないですか。なんで入ってないも使ってるんですかじゃあ。いやなんかいいなと思って。
入場曲としていいかなと。まあ好きな歌なんですけどね。笑いながら決めてたじゃないですか。これにするみたいな最初。なんかそういう話はするんですよ、熊本さん、土井さんと長渕話みたいな。あ、なんかその僕は全く最初聞かなかったんですよ、長渕剛さんの曲。おうおうおう。で聞かなそうっすよね、もね、なんか、ね、はい。でそのなんかちょっとそのトンボじゃねえ、あのひまわりを聴いてるうちに、なんかちょっとこう YouTube でも探すようになって、最近長渕さんので、あのクローズドヨアアイズですか、クローズドアイズ、クローズドアイズ、発音いいな。あれが僕好きですね。あ、じゃあ影響受けたんだ。あれすげえ言うな、なんかすごい好きな人の影響受けてすごい感化されるみたいな感じだったんだけど。もうそういう感じなんですかね。いや、こいつはもうなんかもう本当身のないようなクソみたいな歌が好きなんですよ。え、あれクソの歌なんですか。例えば何で、なんかそのまあエグザイルと。え、じゃあそれやばいっすよ。それはやばいっすよ。もう全国のエグザイルファンを。今は僕何も言ってないですからね。敵に回しました。自分たちで曲書いてない人たちの歌聞いても楽しい。いや、だってエグザイルはあのアツシさんが書いてますから。たまにだろ。毎回です。こいつに電話するために、待ち歌がエグザイルなんで腹立つ。あー、それなんかなんで別に腹立つすんないでしょ。いや、腹立つよ。え、じゃあエグザイルのライブとか行くんですか。昔行きましたね、あの三代目ジェストロブラザーズも行って。はい、そこまで聞いてないけどね。はい、なんかこいつ気持ちが、一回踊ってたっすよね、エグザイル。踊ってた。いや、あのあれはソヤさんに、いつ踊ったの。あの、ちょっとどんびきした。いや、流星です。踊れって言われて、多分小山の会場です、栃木の会場で踊ったの。はい、いや、入場で踊れって言われて、入場であのゲートくぐっていきなりなんか踊り出して、セコンドしててめっちゃドン引きして、セコンド離れました。お客さんどういう反応だったんですか、急に踊り出して。いや、シーンってしまう。そりゃそうだよ、ね、そりゃそうだよね。え、何っていう感じです。なんで俺は踊らされてるんだろう。熊子の気持ちだけパリピなんで。あー、気持ちだけなんだ。いや、パリピじゃない。気持ちだけギャル王みたいな。黒ギャルが好きだし、黒ギャルが好きでエグザイルが好きっていう。あ、やばいやつ。じゃあ見た、なんか見た目とかはそういう風に寄せるつもりはないけど、気持ちだけ。ギャローは黒ギャル好きなんですか。ギャローは黒ギャル好きでしょ。あ、そうなんですか。最近ギャローっていうのはあんま見ない。見ない。フリートもじゃない。そうだ。じゃあやっぱそういう方面にモテようとして気持ちだけそういう風にしてる。いや、モテようとはしてないですけど、はい。まあ、自然と聞いてました。自然と聞いてましたって面白いよね、エグザイル。じゃあ今エグザイルの長渕さんが、まあいろんなの聞きますね最近。一緒にその飲み連れてかれて、カラオケ連れてかれてって今言いました。一人で歌える曲も歌わないと、うん、特に最近最後の雨にハマってて。最後の雨なんだっけ。中西康さん。古いね。はい、熊、はい、最後の雨歌えって1日3回ぐらい言うんですよ。今真似したもん。うまって言われて、で歌うじゃないですか。で一番の大サビのとこ自分が歌うんですよ。だそういう人いるね、たまに。いいとこなってくるんですよ。いいとこだけみたいな。そうだね、やっぱ仲良しじゃん。いや、まあ年に3回ぐらい。そうだ、ね、じゃあもう3回以上言ってますよ。吉岡さん何が好きなんですか、そういう曲的な。僕、はい、まあ絶対長渕は聞かないですよね。聞かないですよ。もうあの道場の車乗ると長渕か、あの藤村が西野かな好きで、もうそれしか流れないんですよ。藤村君の車、藤村君好きだった西野かな。西野、あの小田和正もある。それ誰の趣味なんですか。あの振り幅がやばいっす。それ誰の趣味。小田和正わかんないです。あ、まあ、あでも稲美とか好きっすよ。長渕が一番多いな。俺が持ってきてるし。長渕ってイケメンさんも聞くんだっけ。いや、あいつ意外と知ってますよ。親父が好きなんだよね。でもあいつはあれなんで、あのサザン派なんで、桑田派なんで。ちょっとそこはちょっとね。そっか、愛入れないもんね、長渕さんってね。歴史に残る大喧嘩があったからね。そうなんだ。じゃあ何聞くんですか。僕ロック系ですね、ワンオンとか。ああ、そっか、そうですね、テーマ曲はそうだもんね。全然趣味合わないじゃんね。ワンオクって僕2年前ぐらいまでワンオク系ロックだと思ってたんですよ。あそれはね、あの真ん中の文字をね、ワンオクっていうんだ。ワンオクです。ワンオク。全然知らなかった。でもライブとか行かれるんですか。そんな行きたいんですけど、あのチケットとか取るああいう
なんですか、事務作業というか、あれがすっごい苦手で、ああ難しいです、ダメなんですよ。簡単でしょ。いや、めっちゃ取れる、全然チケット取れないから電話すれば、なんかめっちゃ電話して繋がるまでなんかずっと片付けるとか、繋がんないっていうか、今時ネットでしょ、って電話で取らないじゃん。いや、あれらしいですよ、僕大学の時なんかずっとなんか電話でどのコードとか。いやいや、まあ、大学って結構前じゃん。大学の時もから好きだったんですけど、で最近ちょっとワンオクのなんですか、ね、ファンクラブじゃないですけど、なんか入ってる人からちょっと取ってもらって、うん、今度行く。ああそうなんだ、初めて行けるんですよ。てか今ネットで取れるじゃん、普通に、うん、いや難しいんですよ。いやいや簡単だよ。そんな本当大卒だよね。大卒で昨日からずっといじられてるでしょ。はい、理系ですけど。でも昨日もう大卒を捨てようと思いました。そうなんだ。あれ大卒って吉岡さんだけこんな感じ。あ、そうです。熊五郎さん熊五郎さんはなんか大丈夫なんですか、そういう事務的な作業は得意なんですか。いやもう無理ですね。でもチケットは取れました、ね、見るからにできなそうだもん、なんかそれ、ね、はい、細かいことがね。いやもうパソコンもこうやって打っちゃうんで、こういうのできないですよ。こうやって打っちゃうんで、なんですかこういうの、ブラインドタッチ、ブラインドタッチ的なことがね、っていうのはできないんで。市川さん、ベルトがパソコンみたいな、ベルトがパソコン、二つ並んで、ああ、吉岡君一緒にドリカムに行こうって書いてあるの、何これ。あ、ドリカムに行こう、レッドリバー軍で書いてあるんで、あこれは、なんで今、なんで今ドリカムに誘われたんですか。ドリカムしか一言見てないよね。ドリカム、社会不適合者ってお前言われてる。え、なんでですか。社会不適合者だな。社会不適合者なんですか、僕。なんか言っちゃいました、変なこと。レスラー大体そうだよ。ロイの父ちゃんギタリスト。ロイの父ちゃん。なんで知ってんの。バラさない。あんまバラすなよ。ロイさんのお父さんギタリストなんですか。あんまもともとミュージシャン。ああ、なんかそんな話してましたね。聞いたことある。あれですもんね。ユーミンの後ろで。いやいや、まあそういうのはまあやめたから。ああ。じゃあ音楽一家なんですね。まあいろいろ、そっから、まあ親父はいろいろ家の都合でサラリーマンになったんですけど、僕が中学生ぐらい入ったぐらいに、こいつ毎日いるなと思ったら、ロン毛になってて髪結んでハワイアンカフェをオープンしました。まだやってるんですね。やってます。15号館アイランズカフェ、よろしくお願いします。ロコモコが美味しいです。ロコモコはね、東京一美味しいです。本当に本当に本当に美味しいです。いろいろ食べたんですけど、僕も熊五郎さん食べた。もう僕もう何回も数えきれないぐらい。本当に。はい、ただで食べさせて。いや、熊五郎さん連れてったもん。いやー、なんかお前ただ数を数えれないだけじゃん。っていうか今それもただで言ったからね、金払いよって話だけど、なんで、はい、うん、あとソーセージのグアバソースが、グアバソースソーセージですかね、何ですか、グアバソーセージ、はい、あれが美味しいです。ソーセージにこうタレがかかってて、それはまた美味しいです。ぜひどうぞ。なんだそれ。でも休みの日とか何やってるんですか、お三方。休みの日、まあこう言っちゃなんだけど、レスラーの試合があんま多くないじゃないですか。そうですね。こう言っちゃなんだけど、はい、僕はもう休みの日はもっぱら YouTube 見てますね。YouTube で何見てるんですか。 YouTube で何見てるんですか。 YouTube でなんかくだらない動画を、なんか閲覧注意みたいなのを書いてますよ、はいはい、そういう YouTube だからどうせエロいのではないんだろうなって言いたいんだろう。はい、なんかこうちょっと変わった人とかいるじゃないですか、世の中に。そういう君君君君君君君そういう人の動画を見てゲラゲラ笑ってます。ああ、これは人の振り見て自分ね、我が振り直そうと思います。いやーもうやばいよ。ああ、ではじゃあ寮に引きこもって YouTube 見てんだ、ずっと。そうっすね。あとはちょっと埼玉入って遊んだりとか、はい、お姉ちゃんと一緒に。いや、お姉ちゃんと遊ぶってことはあんまないですね、僕は。モテないんで。いや、またそんな、だってなんか埼玉大会やった時、熊五郎さんの彼女来たことってアラーム選手じゃないの。彼女が来た。彼女じゃない、なんだっけ。なんすか、なんか、なかったっけ。何言ってるんですか。いや、毎回来てんじゃない。毎回来てる。いろんなとこに。毎回来てる。何言ってるんですか。熊五郎の星が毎回。なんかすごいケバい感じの子とかな。いや、もうそんな星なんていませんよ。熊五郎星来てると頑張りますから。いやー、もう星が来てないと頑張んない。大阪でリツイートしたやつ。それは大阪でリツイートしたやつ。ガンガン出てくるし。それはやばい。60分いくらだっけ。いや、90分2万5000円。また変なこと書かれちゃうから。リツイートしたやつ書かれちゃう。そう。じゃあ基本的にどっかの大会で JK に声かけ。それはやばい。それやばいじゃん。やばいやつ。これ、書いた人に言いたい。犯罪なの。おかしいでしょ。JK ダメでしょ。JK はおかしいです。おかしいってこと。じゃあ声かけたの。いや、かけてないです。僕かけてないです。JK かどうかもう声かけないですから、僕は。
から JK かどうかもってことは声かけない、もしや可能性あったってことだ。いやー、僕は面白い声かけられないですよ、ビビリなんで。え、本当にかけてんじゃないの。いやいや、かけてない。いや、こそこそやってる。あれ、前なんか中学生の誰々さん可愛いみたいな中学生はダメだろ。で、なんかその人が土井さんのファンでなんか滑ってたのを一回見たことある。中学生中学生だけど、中学生ぐらい。もうやめてくださいよ、もう。いろんなとこが書かれちゃうんだよ。やばいね。まあ、じゃあ基本的に引きこもってるってことですね。そうっすね、バイクも盗まれちゃったんで。あ、あれ知らないですか。知らないよ、そんな俺。お前のそんなバイク事情は知らない。知らねえ。いや、むしろなんで俺が知ってると思ったの。いや、もうちょうど2016年1年前の3月ですかね、はい、もう僕が大事に大事に高校卒業して買った一番大きい買い物のバイクを道場に置いてたら盗まれてしまって、うん、バイクって本当大型のバイクだよ。あ、250cc の CBR っていう、はい、仮面ライダーのバイクみたいなバイク乗ってたんですけど、それがある頃はまあしょっちゅうそれ乗って外行ってたんですけど、もうそれなくなってしまったんで、一気にもういいんだな。でもバイク盗むってすごいよね。やばいですね。改めて大久保 の治安の悪さが。いや、また大久保にする。盗まれた日か、その次の日かなんかの試合の時の、試合の日に全体ミーティングで手を挙げて、僕のバイク盗まれたんですけど誰か知りませんかって。めっちゃナイフ疑ってんすよ。その日、いや、一応聞いたんですよ。一応聞いて、最初みんな誰かが隠し、ふざけて隠してんだろうなって僕は思ってたんですよ。で、とりあえず一番最初に曽谷さんに聞いたんですね、その時。いや、ひどいね。はい、曽谷さん、僕のバイク知ってますかって聞いたら、俺じゃないよって言ったんですよ。曽谷さんだって言ってないのに、俺じゃないって言ったんですよ。何も言ってないんですよ。いや、身内を疑って最低だね。いや、もうとりあえず身内を疑っていかないといけないなと。盗みそうなやついっぱいあるってことだよ。じゃあ、いや、もういっぱいいましたね。だって僕はだってイケメンさんも自転車盗まれたんだよね、昔ね。あ、そうです。チャリンコ、あったやんな。いや、僕も3回ぐらい盗まれてます。何チャリンコとか。はい、盗まれたと思ったら酔っ払って帰ってきて置いた場所忘れてる。コンビニのとこに置いたりしたんです。あー、そこ、ローソンとかね。そう治安悪い、本当に。そうだ、日本人いないですからね。そうですね、5割も日本人いないですよ。てかちょいちょいなんかそうやばいこと言うのやめてくれるの。大丈夫それ。まあじゃあそのバイクもなくなったから、移動手段もなくなったから引きこもるしかないと。そうですね。なるほどね。じゃあ練習して YouTube 見て。そうですね、本当に、ね、鍛錬するか、もう YouTube 見るかで、ね。はい、吉岡さん何やってるんですか、お休みの日は。何やってますかね。あんま何も、友達と飯食いに行ったりとかはありますけど、うん、でも友達で熊本でしょ、出身だって。はい、こっちに何、高校の同級生が何人か。あ、結構こっちにできてんだ。3、4人いて、それとご飯行ったりとかします。どこの辺とご飯食べるんですか。新宿とか。あ、でも新宿多いですね。あ、まあ近いもんね、あの辺だとね。はい、うん、でもあんまり友達いないんで、ちょっと遊び相手がいないんですよ基本。じゃあそのどっかご飯食べ行ったりとか、はい、あとはもう携帯ゲーム。携帯ゲーム、はい、何やってんですか。つむつむとパワサカ。パワサカ、パワサカやってるんですか。パワサカやってますよ。いや、急に食いついたな。どうせやってんのは知ってるんですけど。あ、本当ですか。いつからやってるんですか。結構前からやってるんですよ。知らなかった。え、ないですよ。どういうサッカーゲーム。パワプロ君知ってます。パワプロ君のサッカー版がある。今そんなあるんだ。チームランクなんですか。チームランク S。 あ、同じぐらい。いや、知らない俺。俺がどんだけすごいのか分かんないけど。え、じゃあね、やってもしゃあと今じゃ。お、しようとす。結構前立花もやってたじゃないですか。はいはいはい、あ、結構教えてた。教えてたというか。教えてた。ちょっと後で見せてもらおう。どんだけコミュニケーションないんですか。知らないって。めっちゃやってますよ。土井さんは休みないの、飲み行ってんですか。いやー、でもインドアですよ。なんかでも一日何もない日ってあんまないじゃないですか。なんだかんだ。まあ練習はあるでしょ。練習しなきゃいけないし。だからまあ引きこもってますよ、僕も。意外となんかあれなんです ね、それから一人で映画見に行ったりとか。映画見に行くんだ。薄で薄でおい、それ会長の真似してんじゃねえよ。見に行ってないじゃないですか。ほんとかよ。最近何見たんですか。最近、あ、でも映画館に一人で行ったってなるとモアナとかですかね。何どういう映画。モアナ知らないですか。モアナ何スタート。モアナってどういう映画じゃん。なんでも違う。ディズニーですよ。知らないですか。あ、ディズニーで見ないな。いや、僕も別にそんなディズニーが好きってわけじゃないですか。昔はディズニー好きなの。それなんか女の影響とかじゃない。それなんか。いや、全然これはやばい。ディズニーやって見ないでしょ。だって男一人で。僕絶対見に行かないです。絶対行けないです。
いやいや行くよ。最近のディズニーのアニメはすごいですよ。ディズニー見に行って土井さん横にいたらめっちゃくちゃちょっと怖いけどね。怖いけどね。それ一人で行ったの。おい。どういう映画なんですか、モアナ。あ、まあそう、ハワイの話なんですけど。あー。あ、なんか最近のやつですか。最近でも本当ね、すごいですよ。大人も泣けるっていうのが多いですよ。別に泣きには行ってないんですけど。まあね、ドラえもんとかも普通に泣けるもんね、大人みたいな。あれは嫌ですね。嫌なんだ。ドラ泣きとか言っちゃって。ドラ泣き、ドラ泣き、ドラ泣きって、あ、確かに知らない言ってたね。なんか別に映画にさ、泣きに行くみたいなさ、そういうの嫌ですね。ああ、泣かせに来る映画とか嫌ですね。あざといの嫌なんだ。あざといの嫌ですね。なるほど。いや、こっち純粋に楽しむからと思っちゃって。じゃあそういう系の映画多いんですか、見るの。あ、でもいろいろ映画は見ますよ、一応あの。ヤクザものとか。あ、見ます見ます。あ、一応あの映画通を自称してる。映画通自称してるの。ただそんなにね、あの語れるほどじゃないって。ああ、そうだ。熊五郎さんと一緒に見たりしないですか。あ、それはないですね。隣同士であの狭い映画館やばいっすよ。気持ち悪いね。だけお前がさ、ちょっと前ぐらいにさ、はい、映画館行ってよかったみたいな。ああ。邦画のな腐れ恋愛。あ、あの一週間フレンズです。そういう あれ邦画いい映画見たことないのに腐れとか言っちゃダメですもんね。いやもうその邦画の恋愛映画でいい映画ないでしょ。いえほぼないでしょ。なんかすごい1日1週間で記憶なくなっちゃうっていう女の子の、はい、いやすごいな。いや本当安っぽいですよ、そういうなんか。いやでも確かによくある。でも良かったっすよ。なんかでもそういうの見に行くじゃん、なんかちょっとモテようとしますよね、なんかね。え、なんでですか、ちょっと。なんで市川さん僕をそんな落とし入れようと。落とし入れようとしてる。ちょっと待ってください、そんな。いや、そういう話聞かないからもう。もう本当にもう。そういう感じで見てる。それ女と行ったんか。行ってないっす。なんでなんでもかんでも女と行くってなるんですか。足立区の。ちょっと。やばいでしょ、それ。え女。足立区足立区かどうかも分からないでしょ。足立区なの。いい。足立区の。埼玉市かもしれないじゃないですか。荒川区かもしれない。いくらってなるとまだちょっと。いくらって何？もうあの売買、人身売買してるみたいになっちゃう。はい、ファングイってやるというか。誰だファングイって。おい。本当に。なるほどね。はい、で、まあ、ちょっと真面目な話しないといけないですね、これね。そうですね。いい加減そろそろ。横浜に会わないといけないですね、これ。はい、でも、横浜はでもこれビッグマッチってレスラーはもうこれ年一じゃないですか。うん、基本的にまあ、うん、基本的に月一後楽園やってビッグマッチやります。やっぱりビッグマッチってやると嬉しいもんですか、なんか気持ち的になんか違うもんですか、やっぱり。まあ気持ちは入りますよね、はい、うん、それはやっぱりそれはお三方とも、はい、うん、文体って会場はどうなの、お好きですか、そもそも。そうだろう、去年僕は初めてやったんで、まあ好きかどうかっていうのはまだちょっと分からない。大きい会場は好きなんですか、孫さんやるのは。それはもう大きい会場にいっぱいお客さんいたら、なんか、まあ、プロレスラーとしてはやっぱ嬉しいと思うんですよ。嬉しいですよね。え？俺なんか聞いてます。いや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 、そう思います。でしょうね。はい。吉岡さんどうですか、文体とかああいう会場はお好きですか。あ、もう、はい。嫌いっていうあれはなくないですか。まあ、嫌いってあれはないけど、なんか特別なんか考え、なんか違うものあるんですか。はい、そうですね、昔なんか、なんか文体ってあんまりこう知らずに一回試合したことあったぐらいです。文体って知らずに、はい、よく、あんま出たい、こっちに出てきてぐらいの時全然分かんなかったんで、なんか、あ、前なんか試合したことあるみたいな。え、それ何の時試合したの、全日本とか。あ、分かんないです、なんかで来たことあるみたいな感じです。あ、ここ文体だったんだみたいな。あ、そんな感じだったんだ、はい、去年ようやく認識しました。そうだね。でも土井さんはでも去年の文体がターニングポイントだったんじゃないですか。でもそうですね。確かに。ちょうど1年前ですよ。大変でしたよ。大変だった。つば引っ掛けてよその社長に。いやいや。大変でした。いや熊五郎が何のインパクトも残せなくてね。いえ、そんなことないです。ちょっと光らせようと思ったんですけどね。自分のことしか考えてない。いえ、それは武藤さん一番そうだ。言っちゃった。言っちゃった。でもだってあそこでもあれからまだ1年しか経ってないんだね。そうですね。なんか3年ぐらい経ってすごい経ってる感じするよね。あれから1年っていうのはちょっとびっくりする。びっくりするね。いや、それだけじゃ濃密だったってことだな、この1年が。あ、意外とでもそうなんですよ。だってそっから組み合わせたんだよね。そうです。その後からね。そうです。
僕が口を滑ってちょっと組もうなんて言っちゃって、あそうそうあ、朝の同意工事からの呼びかけに、あれ滑っちゃったんだよ、滑っちゃったですじゃあ言わなきゃよかった、言わなきゃよかったなと思って、なるほどね、ですか。でもだって正直なところでも組み出したらここまで長くすると僕思わなかったんですけど、いや僕も思わなかったいや本当に正直なところ、いやいやいや僕だけは続くと思ってました本当に本当にその根拠は何、いやもう僕はどんな時でもポジティブなんで、もうどんな時でもポジティブなの、はい本当に本当ですよ、僕は土井さん、本当それ本当それ、いや、結構すぐ落ち込みますけどね、僕もそんなイメージあるんですけど、ええー、そうなんだ、じゃあ、でも本当に1年経ってるんだ、もう本当に組み始めてから、うん、そうですね、そうですね、なんか変わったとこあります、1年間組んできてお互い土井さんの中で熊五郎さんに対してのなんか、まあ、リング上でもいいし、あ、でも良くなったと思います、かなりだいぶ上から見せた、ね、僕のアドバイスによって、うん、今日、なんでそんな褒めてくるんですか、どう上がってるどういう部分が良かったんですか、一番、いや、なんかもう、まあ、どんくさいっていうのは基本的にあったんですけど、うん、まあ、そういうのも結構改善されてるっていう、あとこう、テンパらなくなったんじゃないですか、あ、結構テンパり屋さんだったんで、はいはいはい、ちょっと真剣な話になるんですけど確かにね、じゃあ、そうか、その辺は熊五郎さんどうなんですか、テンパり屋さんだったんですか、いやもう、僕はもう本当に昔に比べたらまだちょっと今は多少周りは見渡せるようになったかなと思ったんですけ ど、うん、なるほど、昔はもう本当にいっぱいいっぱいだったんですね、じゃあすぐなんか緊張したの、いやもう試合前とかあのおえつが止まんないですね、あ、まあそういう人多いですよね、レスラーってね、はいはいはい、うえっうえっつって、でもそれはなんで治っていた、治ったというか良くなってたんですか、いや今はなんかこうやっぱ試合数も重ねたっていうのも、うん、重ねてきたっていうのもあるんですけど、やっぱこう土井浩二のこの力によりやっぱそういうのもこれシングルとタッグの時のこのコメントが全然違いますよね、シングルの時どうですか、シングルの時はなんかまあ普通なんですよ、ああタッグになると5倍ぐらい強気になるんです、それは何ですか最終的に土井さんに甘えてくるええー、そんなことないです、虎の意を感じてきそんなことないですよ、ただやっぱ小池さんのおかげですよ、ここまで来れたの、でもそこはでも熊本さん具体的に具体的に一番何を学んだんですか、土井さんから、そうっすね、真面目にここはあ、もうプロレスラーとはトンパチであれっていうの、いや、そこじゃない、そこじゃないだろ、今の流れから言ったら試合のリング上でのことです、リング上での話、いや、でもそのリング上でもトンパチであれ、もうトンパチじゃないですか、もう唾引っ掛けたりとか、いや、まあそういうところも、そう、いや、ダメです、全然何も学んでなかったんじゃないですか、いやいや、やっぱ背中を見てる、まあじゃあ、いや、好き勝手やれってことじゃん、それは、いや、もう、もう先輩の背中を僕は見てるだけなんで、教えられたっていうのね、でも試合見てて好き勝手より見えない、やってるより見えないけどね、俺熊五郎さん見てていや僕はいやその好き勝手やってますよ、やってないでしょ、やってますないでしょ、あんま本当に学んでないね、これね、ええー、そんなことないでしょ、いやこれ教えがいないんじゃないのこれ、いやもういいです、ええー、もう身に染みてますちゃんといやお前もちくわみてえねさこっちから行ったらこっちから出ちゃうみたいな感じじゃんでも土井さんはなんだかんだ言ってなんでここまで組みすぎてるんですか、なんですかね、1月のフェイスでプロデュース工業をやって、はい、ね、でメインで関本さん小林さんってやった時に、はい、ちょっとだけ光が見えたというか可能性を感じたっす、ドイクマに、ああ熊五郎さんじゃないですか、このコンビに可能性を感じたってこと、はい、それはどういう可能性なんですか、この2人ならもっと上いけるんじゃないかな、このまま組み続けてたら意外といいのかな、へえ、それで3月にタックベルトも取りましたし、まあ 2月に あれ2月にあれかワイルド倒して、そう、さやさん、かざいさんに勝って、そうですよ、なんかこうファッと思ったんですね、その1月どういう部分で感じたんですか、急になんか頼もしさを感じたみたいな、いや全然ですよ、もうド緊張しててもうそれはしますよ、興行のね、あのハードの面でもね、うん、僕しか動いてないし、券売の、でもじゃあでもやって結局そうやってピンときたってことはなんかやりながらちょっと感じる部分があったと思う、そうですね、うん、それは本当にあれ1月ですね、まあ続けようかなと、じゃあ本当の意味でやっていこうと思ったら今年入ってからなんだね、そうです、もう去年はもう、ね、いつやめようかいつやめようか、いやもう本当にもう暗中模索でしょ、いや、でも逆に言うとそうやって土井さんが覚悟を決めてから一気に実績残し出しましたもんね、まあそういうことですね、だからあそういうことです、いや僕はもう最初から覚悟決まってましたから、ね、いやいや覚悟決めるのが遅いんですよ、もう完全についてってるだけだよ、ね、本当になるほどね、でも吉岡さんはでも去年の軍隊
だ結局クルーザーに去年の分隊の前も挑戦できそうな流れあったじゃないですか。はい、小玉さんが去年1年前パッて帰ってきて、はい、まあ、挑戦権横取りしてみたいになったんで、ちょっと若干、ね、はい、あの辺からなんかちょっとそういう意味で今年の分隊にかける気持ちみたいななんかないですか。です、ね、1年前がなんかちょっとね挑戦できそうでできなかったみたいな流れもあったんで、小玉さんから取り戻したかったんですけど、小田っちが帰ってきちゃって、うん、行っちゃ、なんか先に行かれちゃって、うん、で、まあ、小田っちが取って、まあ、僕とアンディさんがそこで挑戦表明して、うん、多分ちょうど1年前僕とアンディさんで挑戦権、そうだね、シングルやってるんですよ、はいはい、そうだそうだ、1年後アンディさんと僕がタイトルマッチやるっていうのもなんか、うん、感慨深いというか、なんか不思議な感覚です。あ、でもだ結局だ今年3月にやっとベルト取ったんですよね。取りました。はい、でもまあ結局1回も防衛できなかったと。そうなんですよ、そこに関してはやっぱり、まあ、当然悔しさもあったと思うんですけど、せっかくあれだけ熱望して取ってやってくれたのに、はい、守りきれなかったという部分に関してはなんか今どう思われますか、あの1回。いやー本当、はい、あれはもう思い出したくないよ、思い出したくない持ち込みましたね。あ、いや取られちゃったですね、アンディさんに。まあ、こんなこと言うのもなんですけど、はい、なんで自分の中で、まあ、何か足りないものがあったから守りきれなかったのか。そうですね、なんか何なんですかねなんかとようやく取ったことでなんかちょっとこう、ま、満足じゃないですけど、ほっとしちゃったのもあるかもしれない、ね、なるほど。あ、まあ、そんな風に思ってなくてもちょっと心のどっかでちょっと、まあそうですね、どっか満足感達成感が出ちゃった、安心しちゃったのもあるかもしれないです、ね、でもその4月にアンディさんとやった試合結構評判良かったじゃないですか。あ、本当ですか。うん、僕も見たで見てますよ、結構いい試合でしたよね、あれね。あ、でもなんか結局そのアンディ対アンディって意味では吉岡さん的にはやっぱり特別な思い出となるんですか。そうですね、全日本から一緒に来て、うん、まあなんか一緒にやってるんでちょっと思い入れっていうものがありますね。やっぱり多分なんていうんですか、スピードとかスタミナとかがある選手なんで、うん、そこはなんていうんですか、こう競い合いたいというか、相手でもありますし、やっぱりそのアンディさんのスピードスタミナってそんなにすごいんですか。はたから見てすごいです。それは本当にすごい。スタミナ、まあ僕らから見たら2人ともスピードはむちゃくちゃ速いですよ。いや、まあまあ響き級とあれの違いあるからねアンディさん練習の時のロープアップとかクソ速いですよ。確かになんかでもそういうアンディさんに関しては、うん、お客さんが見えてない部分はすごい多いかなって思いますね。あ、はい、あ、じゃあ本当実際そのレスラーしか分かんないの凄さみたいなのあると思う、はい、基礎体力とかもむちゃくちゃ強い、強いんだ、ね、そうなんだ、はい、でもなんかその吉岡さん今回の試合に臨むだけにね、背筋鍛えてるんだっけ、なんか背筋強化してる。別にあれ背筋鍛えてるわけでもないですけど、うん、ただあのその日の筋トレの種目が攻撃だったっていうだけなんですよ。なんかそれどっかで見たんだけど、その記事。あ、記事、うん、そうなんですよ、記事に上がってて僕もその記事見てびっくりしました。あ、じゃあ特別背筋鍛えてるんだよ。ただあの筋トレの日がただ背筋だっただけです。ああ、そうだ、じゃあそれは早とちりだね。そうです。あ、ただ筋トレした後にダッシュとかあの、うん、キックとかを。あ、じゃあ別に普段の練習だったってことあるね。はいそうです、練習日がただ背筋だっただけです。あ、なるほど、ね、でも結局なんかそのスタミナに対抗するにはみたいなとこあるんですか。さっき予想会やった時に、はい、試合が長引いたらアンディさん有利なんじゃないかっていう話もあったんですけど。ああ、はい、そうですね、スタミナとかはアンディさんやっぱ強いですし、うん、あと折れないですね、あの人折れない、なんか自分のペースをずっと持ってるんですよ。ああ、ワンディさんなんかちょっとふわっとしますよね。はい、なんかつかみどころがない、つかみどころなさすぎますよ ね、 いいところがね、何かけてもわかんないみたいな。そうなんですよね、はい、そういうところがあるんで、ちょっとあ、まあ確か長引かない方がじゃ、そうなるとまあ吉岡さん的には早い仕掛け。そうですね、速攻で仕掛けたいと思ってますけど、まあそうなるとやっぱり蹴り技ですかね。そうですね、この前の後楽園も、うん、あのちょっとパッと思いつきのアイディアでアンディさんほぼ KO 状態にしたんですけど、うん、はい、なんであそこから持ち直してくるんだろうみたいな。あなるほど、そうゾンビ的な感じなんですね。じゃあなんかそこの精神力というか、うん、そういうのも強いのかなって思いました。それは相当難敵ですね。でもその心折るって。はい。ちょっと心折るのが一番先決かもしれないですね。もしただなんか結局その2人ともその当日ベストバウト狙いたいみたいなことも言ってるわけじゃないですか。はいはい、でやっぱりそれだけその
この2人だったらそれだけでも見せられるという自信もあるからこそだって言えると思うんですけどね。そうですね、この前のその後楽園で攻防やって、まあ、お互いなんですかね、他の選手とやってるとこうたまにこう遅いって感じる時があるんですよ、うん、やっぱり動いてて、クマとか特に。いや、それは、それは体重違うからね。全然こねのこいつみたいな。それはしょうがないんだよ。僕はそんな、僕を引き合いに出しちゃダメ。逆にこれですげえスピードあったら、怖いよ、それはそれで。それはもう。いや、なんかそういうところで結構、あのこう全力で動いても、多分ついてくるスピードでこう攻防ができるんで、前回の後楽園でそういうのができて、ちょっとこう、なんていうんですか、僕とアンディさんにしかできないようなプロレスがちょっとできたのかなって。じゃあ本当に自分のフルを出せるってことですね。そうですね。だってさっきなんか予想会で言ってましたけど、ジャッキー・チェンの映画みたいだってましたよ。この前前哨戦見たら。本当に。まあ2人とも、まあ、僕カンフーというかテコンドーですけど、アンディさんカンフー、まあ、一応カンフー系の、ね、カンフー系、カンフー系の下地はありますか。カンフー系の下地はある、うん。じゃあポイントとしてはでもやっぱりでもこれアンディさんから取らないと意味がないですよね、予想的にはね。そうですね。やっぱアンディさんに4月取られて。うん、落ち込んじゃったんで、ベルト取って、まあ、アンディさんから取らないと的には意味がないと。そうですよね。マサダさんから取ったんだもんね。ってね。そうなんですよ。マサダさんから取って、アンディさんに僕取られて、またマサダさんが取ってなると、もう誰から取り戻していいのか分かんない。まあやっぱりアンディさんから内容残した上で取るのが一番理想ですね。そうですね。はい、しょうがない。やっぱ他の試合意識しますか、当日の。意識。タイトルマッチいっぱいありますよね。5つぐらいあるのかな。意識という意識はそんなしないです。ただ他どの試合にも負けたくないっていうだけです。うん、なるほど。まあね、まあ、ニューエラ同士でありますけど、まあ、ニューエラ戦っても組んでもって最初から言ってましたけどね、戦ってもそれだけでも見せられるっていう、見せたいと、はい、ところですね。うん、ね、なんとか1年越しで分隊で勝ち名乗りを、はい。そうですね、1年越しに、そして3年越しに僕あのレスラーの未来、あの市川さん最初に僕なんかあの、うん、入って1年目ぐらいであの、うん、期待の新人選手みたいなあれで特集してもらったり、うん、そんなんやったっけ僕市川さんに初めてそれで声かけられて、あ、本当に、はい、今度やるんで取材お願いしますって言われて、あ、シュープロさんだって思って、あれ覚えてるんですよ。あ、本当ですか。そこで未来って言ったんですよね、はい、つけられてもう3年、はい、俺がつけたの。いや、わかんない、その辺ぐらいからなんか言われ始めて、あ、そう、入って半年ぐらいですかね、多分から言われ始めて、なんか3年結果残せずに来たんで、ちょっとそろそろ、すいません、なんか出さないとちょっとやばい。なるほど。まあでも本当にレスラーの未来って 最初だってね、その 今はいないですけど、某コールドスカルさんとねタイトルマッチやってやったりとかあったじゃないですか。やりました、はいね、はい、あの時は本当一気に今後はね吉岡さんがって思ったんですけどね。そうなんです、なかなか上がりきらないというか。そうなんです、チャンスが来るたび僕怪我して、まあそうですね、怪我が勝ちがちょっとね、はい、あれなんですよね。まあじゃあ本当に未来をじゃあ今度作るってことですね。そうですね、3年越しにちょっと約束を守らないと。あ、ありがとうございます思ってます。なるほど。で、次ドイクマ、タッグタイトルですね。多分これセミファイナルですよね、まだ試合中発表されてないけど。ああ、まあ多分そう、多分セミでしょ、多分セミだよ ね、 そうですね、はい。僕、ま、そのこの前なんだっけ、サマーフェスティバルやって道場で会見やったんでしょ。はい、その時になんか挑戦者組の、はい、社長副社長からだいぶ責められたって聞いたんですよ。言葉責め受けたって聞いたんですよ。言葉責め受けましたね、はい、それでみんなの前で謝れて、謝れってすぐ謝っちゃうんでしょ。だっていえいえ、やっぱそれは僕はあのジンベエを作った会社に謝りました。どういうことそれジンベエを作った会社に謝れって言われたんで、あの二人に謝ったわけじゃないです。いや、2回ぐらい謝ってた、すぐ権力に屈するから。ただ謝れって言われてすぐ謝るようなチャンピオン俺嫌だけどね。いえいえ、違うんですよ。あのなんかそれ僕はジンベエを作った会社に謝ったつもりで帰ってきたら、ジンベエうるせえなジンベエなんでジンベエ。そしたら味方に裏切られまして、裏切られた、戦闘をしろとか言って、戦闘、あ、土井さんから振ったの。そうですよ。あ、そうなんだ。いやー、もう仕掛けてきや、いや、なんか謝ってもつまんない感じだったんで戦闘した方がいいなって、はい、スーツですよ、スーツ戦闘破けるじゃないですか絶対。いや、でもそこ破けてもいいんじゃないの。だっていやスーツ今年買ったばっかりなんで、チャンピオンもそんなこと言ってんねん。いや、いいじゃん、また買えばスーツの物も大事にするってのが大事なんです。何着も買えるでしょ、ちゃんと。でもそこに破けた方が美味しかったと思うけどね。いやー、僕は物大事にするんで、はい、今日スーツじゃないよいや、今日はいけんじゃない。ええ、
やばいし、そういう感じなところでできない子なんで、今まで戦闘もで板を10枚も割ってるくせに、あの取り返した6月のラジアントの時に板は割れないって持ってないね。でその日にもう板を全部交換だったんですよ。次の試合から。あ、じゃあそこ割り放題だったの。割り放題だったのに1枚も割れないんですよ。持ってないな。すごいですよ。いや僕は何だろうか思ってたんですよ。いや多分今日割れないんだろうそう思ってたらダメじゃん。てかやる前から分かんない。今日割れないんだ。僕割ろうと思って割ってないんでいやどうせ割れねえよと思って本当に割れなかった割ってリング下に消えてほしかったですけどね。対流線とバキッていやじゃあ無意識でやって、ね、無意識でやったら割れたかもしれないのに意識するとダメだって。まあどうせ割れないだろうと思ったら本当に割れなかった。どうせ割れないと思ってその考えがもう嫌だな。だって板を割ることが目的じゃないですかそりゃそうだよあれ予想ってアンケートみたいなしていやしましました。僕らはどあれですか。いやすごい拮抗しました。55と45だったかな。だから王者組の方が55だった。確かそうだね。で、あ、ちなみにアンディさん、吉岡さんは吉岡さんが64で勝ってました。の方が多かったです。予想は何だろう。吉岡さんどうかタックは本当に拮抗しましたよ。見てる方の予想チーム1分半と、はい、チーム1分半、ね、そうなんですよ。でもその権力にする屈しちゃうのはどうなんですかね。本当王者として屈してるわけじゃないですよ。いやもうお金のことで考えてるんですよ。ああここでなんかこう給料減っちゃうみたいな。そんなやつでもなされたらお前パワハラだから。ああまあでもリングじゃ関係ないですから僕はまあ会見でも何でも考えてますから。あえて相手油断させてです。いやでも土井さんはどうなんですか。でもああいう社長副社長相手ですけど全然気遅れまあないでしょうね。土井さんは気遅れはないですね。ただまあ久しぶりに向こうは組むですねっていうことが、はい、なんか吉とも出そうだし京都も出そうだなっていう感じ、うん、本当そうですね。なんかまあ普通にチーム246でずっと組んでて、まあ、一応裏切りがあって解散したんですけど今もうこう心がつながってるっていうか、うんうん、まあ社長と副社長ってことで経営のことに関してやってるじゃないですか、うんうんうん、でまあ、あの人たちぐらいのキャリアだったらもうずっと組んでなくてもまあ経験値があるからね。そうなんね。なんでそこがちょっとね怖いところでもあります。でもやっぱりその246がされてなんかそうやってまあ熊五郎さんに対していろいろ言ってきたりとか、ああいうの得意じゃないですか、あの二人。そうですね。言葉攻めが昔から、うんうん、言葉攻めいや精神的に相手を追い込むとあの二人得意で昔から全日本の時からド S な二人だ、はい、そういう二人だから。あの二人です。なんかできた。おお謝ってる。誰だ誰だ。もう謝ってる。今副社長に謝ったっすよね。誰だ。もう謝ってる。今完全に副社長に。誰だこんなの流すのはこれもレスラーの会社の陰謀だな。これはそこ謝ったじゃん。しかもちゃんと副社長の方向いて謝りましたね。なんだくそ。でも結局でもそのことああいう246の言葉攻めとかそういうのも全部耐えて乗り越えた乗り越えないと本当の意味での246超えは果たせないと僕は思うんですよね。まあド S ってさっき言いましたよね、はいはい、大丈夫です。僕ド M なんでいや喜んでる。喜んでる。喜んでる。全然大丈夫です。気にしてるんですよ、これ。めっちゃケツ触ってるもん。だから、いや、すぐやんねんだ。ズボンめっちゃ低いっすよ。低いな。低い。低いな。守り入った。これズボンがこう合わせつくのはツンツルテンなんで、ちょっと本当に心配しちゃって。で、頭を打つっていう。いやでもなんか僕がさっき予想が言ったのは、だから今熊五郎さんが今こうやって精神的になんか追い込まれてる風に見せてるのも作戦じゃないかと。もう作戦ですよ。完全に乗っかったよ。作戦ですよ。あえて乗っかってあげてんだと。あえてもう僕はもう何でも受けてやるよって。なんかさっきフォローしたのバカみたいな。もうド M ですから。ド M だからダメだよ。ド M の恐ろしさ見せてやるよ。本当にド M なの。僕ド M です。そう。ゆえちゃんよく踏まれたりしてるんですか。よく土井さんに顔面殴られたり、はい、それは足立区の人に対してもどうやらない。え足立区の人やばいっすよ。えそんな公共電波使ったらやばいっすよそうですか、はい、そうだ大丈夫。でも俺の方が社長副社長より多分ド S だから。あそうなんですか。大丈夫。あそうそれいいじゃないですか。まあもう隣にそんなもっと怖い人いるんだから。僕は散々サンドバッグですよ。ああじゃあもうヘでもないですよ、はい、ね。もうすごいですよ。硬いものから熱いものから食らってますから。熱いものってなんだそれ。熱いものをぶっ
かけられたというか、つけられた、押し付けられたというか、いずれにしろまともじゃねえんだ、はい、もう体中にもう、はい、やけどの跡、やばいだろそれだろ、すごいっす。ロケのあったじゃないですか、ロケ、ちょっと話変わりますけど、え、ロケ、ああ、はい、待ち合わせね、待ち合わせ、見てないですか、知らない、あれってアンケート取ったんですか、取ってない、どれのアンケート、最後のビッグマッチ、最後のビッグマッチは取ってないですね、最後のビッグマッチ、あのビッグマッチ会場の会場です、いや、取ってた、取ってたんですか、あ、取ってなかったっすけど、ビッグマッチ会場は取ってなかった、あの名所とかは取りました、ああ、そう、それ何だ、いやだからそのニューエラ6人で、ガキ塚でやってる企画をやったんですよ、ね、で1個目が東京の観光名所、うん、でどこだっけ、2個目が多い駅じゃないですか、駅だ、利用者の多い駅、利用者の多い駅、市川さん、利用者の東京で一番利用者の多い駅どこですか、東京駅じゃないの、おお、やっぱり、じゃなくて、まあ東京と新宿で分かるんですけど、まあそうね、はい、まあ、僕は東京派なんですけど、ね、あれ新宿らしいですよ、新宿が一番多いです、リアルな数は新宿が多いです、うん、そういうこと言ったらあれですよ、だって新宿の次池袋とかなんですよ、確か、へえ、渋谷横浜とかなんですよ、僕そのお題もらった時に調べたんですよ、利用者の多い駅で東京は6位ぐらいなんです、大阪の方が多いのかな、多分大阪とか横浜の方が多かったんですけど、でも新幹線走ってるからな、確かに東京品川と割れますもんね、新幹線の、そう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 急に何の話だったのこれ、いやいやいやちょっと気になってそういうこと、ね、あとその東京のプロレスのビッグマッチ会場といえばっていう、ね、ああ、これさっき言ったのか、これどっち行ったのみんな、いやで、あの4-2で分かれてたんですね、あ、要は会えばずっと行動すると、で僕はアンディさんと会って、うん、1個目から会って、うん、東京の観光名所浅草行って、うん、で東京駅行って、うん、で4-2で分かれてたんですよ、うん、それ以外の4人はもう新宿に行ってたの、うん、で最後これですよ、うん、なるほど、ね、うわぁ、もうで、これでこれはアンケート取んなかったんだ、これはさっき取らなかった、あ、そう、今見てる方に、ああ、ね、聞いてるんだ、これ、これどっち行ったの、僕は東京ドーム行きましたそれで割れちゃったんですまた割れたんだよ、うん、僕と伊さん絶対両国に来ると思ってたんですよ、絶対両国、あ、僕あのここと一緒で、はい、ずっと僕両国をしたんですけど、なんかみんな東京ドームになっちゃって、なるほど、東京ドームに連れてかれたんです、吉岡さん、その日2回目の2回目僕あの東京ドームと大久保の間しか移動してないですずっと総武線乗って行ったり来たりするだけです、そうだ、でも両国で最後みんな集まってレッスラーまた両国やりましょうっていうのが一番綺麗な、ね、綺麗なね、終わり方しはエンディングだったんですけど、そういうこと全然考えてない熊五郎がいたってことですね、まあ、熊五郎とイケメンと稲葉稲葉なんかすごい3人揃っちゃった僕4つのお題のうちほぼ全部土井さんの考え当てた、でもやっぱり両国だよ、そうですよね、今は両国じゃないですか、両国だよ、いやだって東京ドームって人しかやってんじゃん、なんて、で、あの電話し合うんですけど、で、えみたいな、何番ゲートいるとか言われてこいつらやったーと思って、いや20番ゲート、ほらやったな、もうその瞬間やったなと思ったんですけどいやいや、それおかしいじゃん、違うよ場所っつって、え、どこいますかみたいな、両国っつったら、つって、両国は相撲じゃないですかって、東京ドームは野球だよ、東京ドームの回数少ねえだろ、と思ってそういうこともあったんだ、やっぱ息合ってないってことだね、一つ全然取れてないと、そうですね、ここ全然合えない、ここは合わないですよ、合わないんだ、でもその真面目な話に246はどうなんですか、戻しますよ、あんまね、真面目な話できないですよ、ね、でも本当に大変な試合になるですね、だってテーマ的にはだいぶだと思うでしょ、だって結局レッスルワンのタッグで今一番強いって言いながらも急に246でやってないと、 そうですね、そこを倒さないと本当の意味でその示しがつかないというか、大っぴらには言えないという中で本当ここを超えないとその先も見えないという中 で、本当今回テーマ的には本当大きいですよね、はい、疲れそうですね、え、疲れそう、疲れそう、間違いないです、ただこの前なんかの取材でも言ったんですけど、うん、僕らに負けたら246は解散してもらいます、あ、まあほぼ今来んないから解散してるもんだけど、いやでも正式に解散しろと、あの満を持して出てきたわけなんで、うん、あ、そうね、もう組むなと、そう、僕らに負けたらもう組む意味ないですよまあでもそれぐらいのリスクは初等手段、確かにね、だからもうこれで名実ともにレッスラーのタッカーこっちだよっていうのを、ね、そうです、示す意味で、そうです、246には解散しろと、で経営に専念してくださいということですよ、
まあでも経営だけに専念されるとね、やっぱ人気あるから梶さんとかね。まあそれリアルな話。そうですね。なるほどね。でも実際でも今の勢いでいったら僕はドイクマの方がいけると思うんですよね。いや今のドイクマでしたら。今って本当これは真面目な話、内容的には本当すごいいいし、ね、たった1年でここまで良くなるかっていうぐらい。そうですね。一川さんから。墨付き。熊五郎を褒めたわけではない。まあでもいい化学反応だったんですね。いや意外とね。全日本の対局で出てきてどうしようかと思ったけど。本当そうですよ。あそこどん底でしたから。いや参ったなと思って。もうねえかなって思うぐらいだったけど、ね、なかった、ね、持ち直した、持ち直しましたね、持ち直しましたね。そこから、まあ、ちょっと巡業久しぶりに出れたっていう喜びがあった、まあ、最強タッグはもう、僕の中では最高の経験値になりました。それはだって試合後でしょ、どうせ。いやいや試合後はもう大暴れした、ね、でじゃあでも本当にさっきも話したんですけど、これ仮に有力倒したらその後どうするんだろうみたいな話も出たんですよ、さっき。だからもう相手いないですよ、だってね。外に出ますね。はい、外出たいんですよ。外。何でしたっけ？え？何でしたっけ？何が？ああ、プロレス界の大海原へ、ドイクマという2人が。お前、市川さんの顔よ。俺、最近、イエスマン見たいに言わんだけど、それ流行ってんの、ね、今。いやいや、この間、僕言ったら、何も反応せず、そのまま帰っちゃった。言い方悪かったんじゃないですか。行こうぜ、プロレス界の大海原へ。ちょっとこれ決まったなと思ったら無言で立ち去りました。お客さんの反応はどうだったの？いや、バックステージで。バックステージはちょっとそれは反応しづらいね。いやでも基本リング上でクマがマイク持ったら大体滑ります。大体シーンとなった。お客さんがそういう感じにするんですよ。はい、いや違う、いやないお客さんの精神。お客さんそういう感じにするんですよ。お前最低だな。僕が喋ったら何も反応する。空気にさせる。すぐこびるじゃん。え、どうですかお客さん、すぐ言います。ええ、そんなことないです。でも本当にあれですよ、246を呼び込んだのも僕ら今こう最低で最高のタッグチームと言ってるんですけど、勝った後に熊五郎が最低で最高、そして最強になったんじゃねえか俺らとかわけわかんない。そしたらお客さんがはぁみたいな空気になって、いやこれちょっと参ったなと思って、まあ一応過去のチャンピオン倒していくって言ったんで、僕はまあ近藤さんもいたからカズさん出てきてくださいってことで、まあ、熊五郎のせいっちゃ熊五郎のせいですね。あそこで思い出しちゃうっていう。日本六とやるっていう。あそこはそうだな、そうじゃねえかっつって家も、お客さんもそれに。いや、お客さんそんな雰囲気じゃなかったよ。はぁみたいな。いや、お客さんも喜んでます。お前が言うのみたいな感じだったんです。いやいや、おかしいでしょ。勝ったの、その日勝ったの俺ですから。あそう。分かってます。自分からそういう流れ作るとき、いざなんかやるとすぐ謝ったりするんじゃって。いやいや、僕は謝んないです。僕は謝ったことないですよ。いや、嘘しか使わないじゃん。さっきめっちゃ謝った。嘘しか使わない。謝ったことないですもん。なんでも受け身なんですよね。受け身うまいからでも。受け身はうまいんですけど。受け身だけ確かに。受け身は強いです。受け身は強い。あと意外とルチャがうまい。意外とルチャがうまい。そんな僕はできない。ミスターマルチ。でも246攻略するのはどこを狙っていきますか。さっきの疲れそうって言いましたけど、多分それは多分頭も使わなきゃいけないみたいなところもあるんですね。もうどっちもですね。心身ともに。疲れる試合になると思います、はい、ただやっぱりまあさっき吉岡さんも言ってましたけど、はい、まあ、僕らもビッグマッチ一番の試合を狙って、うん、防衛するのはもちろんで、うん、その辺のベストバウト、うん、まあ、メインも食うぐらいなね、うん、感じですかね。そうですね、まあ、麺食ってるからな、ずっとね、本当ですよ、内容的には食ってるよ、食ってるんですか、内容的には全然。本当ですか、まあ、あと土井さん、自信あります、ね、本当ですか。まあ、去年やっぱ土井さん、文体で一気に弾けたんで、文体男として。文体男。文体男。文体男。いやー、これ1回で終わったやつね。もう去年だけだった。今年も弾けた。文体男。今年も弾けて、文体男になりました。目指せ、文体のアンダーテイク。いや、どういうことですか。レスルマン。練習はしてないです。練習はしてないです。そうだね、負けてるから。年一しかしない試合になっちゃう。夏男的な。夏男。夏、でもこの中夏生まれいるんですか。いや、いない。僕冬です。冬です。あ、みんな冬なんだ。俺も冬だ。夏男。冬男。冬です。まあでも本当に楽しみですよ。どういう熊がこの先どうするのか。今すぐアンケート取ればなんか出てましたよね。
なんか取れますこれ次の挑戦者アンケート、はい、ドイクマが次誰だったのか。あ、本当だ、アンケやろうよ。このコメントで思い出したんですけど、ゲットワイルドも勝ってなくないですか。これ言っちゃダメ。あ、いや、ニューワールドオーダーで勝ってますよ僕ら。いや、ゲットワイルド、ゲットワイルドだからね。ああ、負けてる。大森さん最強だ。ああ、そうですね、大森さんの。はい、ソヤさん、笠井さんには勝ってる。あ、ソヤさん、笠井さんに勝ってる、うん、じゃあ、どこあげましょうか。じゃあ、ゲットワイルドと関本岡林、はい、あと、あ、ビッグガンズ、ビッグガンズ、あと、あとじゃあ、小さんの好きな天狗寺さんですかね。なんで俺が好きみたいな。責任転嫁するの。あと最後、ノアで丸藤舞バッハ、ま、負け終わってなんですか。負け終わって丸、負けたら終わり。丸藤舞バッハ、ああ、バラモンも入れとこじゃん。バラモン。ある意味。6チーム。カズマ&誰。カズマさんの。あ、ツインタワーズ。ツインタワーズ。あ、ツインタワーズいいね。じゃあツインタワーズも入れましょう。おお、これはやばい。票まとまんなくないですか。多すぎじゃん。すげえばらけます。割れちゃうし。え、でもこの中でやったことあるのって関本岡林やりましたよね。とビッグガンズ、ビッグガンズ、ゲットワイルド、はい、ゲットワイルド、はい、このナーチミですね。いや、そうそうたるチームばっかり。で大丈夫。でも結局タッグで上行くってこういうことですよ。すごい。まあバラモンはよくわかんないけどね。バラモンは知らないけど。あ、でもすごいね。ツインターズ。あれドイクマイ、あ、次の応援戦。お金がかかりそうですね。かかりそうだな。天候じゃやばいね。やばいっすね。二兆券回りましたね。ああ、二兆券ね。二兆券やりたいな。いや、吉岡さん入れたいな。有効さんとやりたいな。マスターズありますか。どういうことする。いや、マスターズ。まあ、武藤させてやるじゃん。武藤さんに。いやいや。あ、天候中ね。全面バックアップしていただいて、武藤さんに。で、武藤さんに、お前やら払えって言われる。だ。本当にいそうだからや。せいやとひろし。せいやとひろし。あったな。そんなのありましたね。あったな。ありましたね。ひろしさん決勝中。あったあった。あった。あったね。懐かしい。懐かしい。じゃあ、行きましょうか。はい、じゃあ、結果は。あ、はい。では。ん？バラマン。バラモン今日バラモン入れなきゃよかったな。これ一番現実的じゃないですか。なんでバラモンなんだよ。これ皆さん狙ってきましたねこれね。だ結局これドイクマ色物見に来るってことですよねこれね。うわすごいなこれ。そうなんだこれ。逆に多分あのバラモンさんにこうなんですかね、いろいろやられてるクマが見たいっていうあれもあるかもしれない。そう思ってんすかね。てか現実すぎて本当に一番呼べそうだもんなこれな。一番呼べ、なんでこんな可能性ある。なんでレスラーの懐事情聞いちゃいけないの。それ逃したらゲットワールドか天候寺。でもぶっちゃけどこでやったんですか一番今の何チームだったら。熊五郎さん、僕ですか、はい、僕はそれはもう天候寺さんです。いやそうなんさっきそうなんだ。そうなんだ。嘘じゃん。そうなんだ。そっちはもうやってるからってこと。え、何他のチームは、他のチームは絡みがあるかって。まあでもそのさっき言ったあのマスターズとかでもやっぱその絡んでそうだから、ね、日本のナンバーワンのタッグチーム、はい、歴史のあるし、またぐね、すごいです。土井さんはどうですか。いやでも僕もやっぱりそのじゃあ日本の名タッグチームって言ったら天候寺を想像 しちゃうところあるんで、やっぱり世代的にもね。はい、そうですね。見たいですね。まあでもさっき言ったとね、マスターズだったら可能性なくはないですよね。武藤さんにお願いして、お願いしましょう。武藤さんに土下座して。武藤さんには土下座した方がいいかもしれないね。すごい、お願いします。じゃあちょっと時間も、いや何か1時間持ったね。お、もう1時間。いやまだまだあと3時間ぐらい喋れる。あ、でもあれですよ、あのこれ、まあ、言っていいのか分かんないですけど、うん、J ステージでちょっとそういう話あったんですよ。あ、本当ですか。ドイクマバラモン全然 J じゃないじゃん。いやだからジュニアじゃないじゃん。J ステージエクストラ的なので。もうあの人何でもありだな。すごい。あの人カード決まんないからもう何でもいい。ちょっと俺出してよ、まあ、結構レギュラー出てたじゃないですか、さんの興行で。いやお前ジュニアじゃないからもう出さないってなったんですけど、じゃあエクストラだよっつって、ドイクマって、じゃあどうするバルモンとかかな。確
確かにあの人この前 J ステージの J はジュニアの J じゃなくて自主性の J って言いましたから。自主性たちが勝手に会場とか設営してくれるっていう。生成ジェクストラ。ショウガさんは何かあるんですか。タッグにやりたいみたいな、はい、そもそもパートナーがあんまりいないからね。僕パートナーは進むゆうやです。でもいろんなとこでやってるんでしょ昔。結構進むさんと組んで、進むさんと広島時代にやってて、うん、こっち来てからは J ステージでちょこっと組んでる。結構やってるよね、名のあるとことね。 J ステージの結果見ると意外と、いや、あんまやってないです。試合してますよね。試合組むこと、組むこともありますし、なんか微妙に体格にいたり、いろんな人と絡んでる、なんかね、うん、あんま絡めそうな人ないね。ディレスラーいたらあんま絡めない人とか、ね、もうちょこちょこ絡んでますね、はい、でこの RR なんですか。RR 軍最高。なんだこれ全然わかんないですけど、吉岡さんベルト取ったら進さんとシンクリやってって言ってます。あ、一回負けてますからね J ステージ。うーん、いずれやりたいですね。でもそれ山内さん許さないんじゃないの。ジェスジやってくれて、山内さん、この前の僕と進さんのシングルやってもう燃え尽きちゃったんです。燃え尽きた。なんかやりたかったカードだったらしい。思い入れがあったんです。J ステージやる前からずっとそのカード組みたかったらしくて、うん、組めたからなんかちょっと満足しちゃって、いまだに僕のカードを決めてくれないです。でも城川さん、仮にベルト取ったらなんか外の人入れたみたいなあるんですか。内部だけじゃなくて外の人ともやりたい。あ、いろんな人とやりたいですね、試合。内側もそうですけど、外側の選手でも。でもなんかそのクルーザーとかの方が比較的外の人にやりやすそうな感じありますよね。そうです、ね、なんとなくですけど、はい、敷居的にはね。いろんな選手いるんで、ジュニアの、うん、ジュニアの選手やりたいですね。なるほどね。まあいずれにしろ両方とも、まあ、ベルト守ってベルト取ったらその先っていうのが結構ね、まあ、気になるんで、はい、そこは期待して、熊川さんに期待して、はい、大海原へ。大海原へそれはリング上で行くために、はい、リング上で今度言います。リング上で行ってどういう今度あれになるか。リング上で言って、はい、その時の空気感をちょっと感じたい。はい、空気を読むもの、あの読むのも練習なんで。え、はい、ってこと言わないってこと。ええ、空気を感じることも感じたことないじゃん。感じたことない。じゃあ最後に熊五郎の意気込みが。ああ、じゃあ一応、じゃあ最後、じゃあ一人ずつ行って最後熊五郎さん締めてもらうと。じゃあ吉岡さんから、じゃあ改めて軍隊に向けてね。軍隊に向けて、そうですね。未来を作ると言ってもう3年結果出せずに、いろいろ怪我でチャンスを不意にしてきましたけど、そんなちょっと自分とベルト取って決別したいと思ってます。3年越しの約束を守って、今度こそ僕が未来を作りたいと思います。じゃあ次は土井さんで、はい、僕じゃあ、いやいやいや、最後トリートリ、俺が言いたいこと言うんだろうな。はい、そうですね、横浜分隊必ず俺は防衛して、その辺のベストバウトのような試合をして、レスラーに土井くん回り、プロレス界に土井くん回りと、ね、思われるような、そして終わった時には俺らが最低で最高なタッグチャンピオンチームだったなということをお客様にお見せいたしますので、期待してください。さあ、これだけしっかりしたことを言った後に熊五郎さんがどうするか。こちらですか、はい、行きますよ。いいですか。多分伝説作るとか。いや、今やってやりますよ。もう先に言っちゃダメですよ。いや、どうぞ最低で最高の僕たち土井熊が246を倒して伝説を作っていきますんで。ちょっとすごい寄ってません。お前顔でかいな。その一戦を皆さんぜひ見に来てください。まだ迷ってる方、チケットまだまだあるんで見に来てください。よろしくお願いします。大海原がなくて、俺たちがプロレス界の大海原へ行くためにもこの試合必ず勝ちます。見に来てください。やばい。え、まさかこれで終わりじゃないよね。終わりですよ。おい、終わりです。戦闘行きます。いや、これはやばい。行きま、これやらしたらやばいよ。いや、そこで稲荷がすげえ顔してるんですよ。超ダメ出してましたけど。いや、何、あとあの人なんか観光みたいにめっちゃ写真撮ってたけど、何なんですか。見学の人みたいな。僕の人も山本さんじゃん。
え、アップになったら。いや、寄りすぎっすよ。寄ったら顔でかいから。いや、山本さん。あの、なんだっけ、あの、待ち合わせのやつで一人でこうやってる時、カメラからめっちゃ顔がはみ出てて、キングスライブって書かれてて、めっちゃ笑いそうだった。キングスライブ。キングスライブ。キングスライブ。顔が、確かに。本当にもう顔がでかいことみんなバカにする。戦闘やってくれってるよ、ほら。これ戦闘やってくれってこう書いてる人、本当にね、一回自分がやってみたほうがいいですよ。まずやってから人の気持ちを知れ、この人。ファンにそんなこと言うの。いやいや、ひでえこと言ったな。ふざけんじゃねえ。ふざけんじゃねえ。お前がふざけんじゃねえ。ふざけんじゃねえ。ついに本心が出ましたね、もう。戦闘にやるじゃん。やんないです。いや、軽くっつったってこんなだって。スペードかすよ。無理無理。タオル引くから。これ意味ない。意味ない。こんなもう意味ないです。戦闘やめときます。じゃあ謝った方がいいんじゃない。なんで謝るの。今の書き込んだお客さんとか。あ、この人は俺に謝ってくださいよ。いや、おかしいでしょ。いやいや、あんな変な締めなんだからさ。変な締め。じゃあもう一回、もう一回寄ってもらって、ちょっとバチッと熊五郎最後締めますから。え、もう一回バチッとしたやつやって。本当に終わるからこれ、うん、バチッとした締めで。うん、締めたじゃないですか。いや、締まってねえんだよ。また言うんすか。うん、いいよ。すごいかっこいいやつ。すごいかっこいいやつ。かっこいいやつ。プロレス界の大海原へ。ああ。はい、アウト。はい、もう一回。もう一回、え？キングスライム。こんな感じするんだよ。キングスライム。え？おかしいだろ。本当に熊五郎がちょっと怒り始めました、ね。そうだね。本当に硬くなってきた感じで。やりましょうじゃあ。はい。いやもう僕はいいも言ったんで。じゃあもう最後言ってよ。めっちゃ謝れって言われてる。めっちゃ謝れ、おかしいだろ。おい、誰だこれ。すごいよ。いいから。応援よろしくお願いします。頑張ります。全然心こもってないんだな。はい。というわけで熊五郎さん逆切りで終わりましょう。じゃあはい。じゃあ、お参加ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、この後まだインタビュー第2部があるんですね。はい、ありがとうございました。